サイレントサイレンのサイモンマドラム26時、こんばんは、サイレントサイレンです。はい、3月2日リリースアルバム S ということで、私ボーカルギタースーにとっての S はサイアイ。おー、はい、続きまして、ベースのアイニャンです。アイニャンにとっての S はサプライズ、驚きがたくさん。おー、はい、キーボードゆかりにとっての S は最高。ドラムひなっちゅにとっての S はスプリング。はい、というわけでサイレントサイレンです。イエイ。毎月第3木曜日のこの時間は私たちサイレントサイレンが担当しています。はい、いやもっとあるんだけどね、 S、まあね、3月リリースですから。そう、スプリングサマーですか。そう、そうだね、 SS だね。もう本当に最高で、待ちに待った春じゃないですか。はい、待ちに待ったアルバムなんですよ。はい、待ちに待った、ね、だからね、サプライズ。違う、ね、もっとうまいこと言ってくれるかなと思ったよし、次に行こう。はい、皆さんね、楽しみにしていてください。はい、はい、というわけでね、レディオドラゴンネクストで解禁しました吉田さんというねアルバムの一曲がありまして、ゆいちゃんがツーのことですよねと言ってましたが、まあね、私はこういう吉田さんの歌詞の内容みたいな性格な人なのよ。結構ネガティブだったりとか、そういう人と、もう一人実は吉田さんっていう同じ名字の方がいまして、この同じ吉田なのに、同じ吉田なのになんでこんな違うんだ現象。サラダを率先で取り分けるか取り分けないかのだでしょ。そうです。サラダ。ラインをフルフルするかしないかの。知るか。知るかしないか。インスタグラムをアップするかしないか。うん、サラダを取り分けるか、隅でポテト食べてるか、どっちかだね。どっちか、はい、という曲です。始まったよ。わかりやすい。これね、ライブでもみんな歌ってほしいですよね。みんな言ってほしい。ここ日頃の鬱憤をここでね、吐き出してほしい。これ決してね、ディスってる歌ではないんです。そうだね、ね、自分との比較をね、話してることなんで。比較ね。はい、でもそれぞれね、どちらの吉田さんでもこう、うまくいっていける世界っていうのはあるんで。正解。はい、私はサイレントサイレンのこのね、居場所っていうのがあるので、しっかりと、ね、この同窓会の本当にあった話なんで、これは、本当にあった話。それを頭に入れて、もう一度聞き直してください。レディオドラゴンネクスト、サイレントサイレンのサイモンマドラム26時、毎週第3木曜日のこの時間は私たちサイレントサイレンがおすすめアーティストや楽曲を紹介しています。はい、今回は私ゆかるんが紹介したいと思います。はい、ゆかこ、ゆかこが、ゆかるんが今回私が紹介するのは井上園子ちゃんの大好き。うちらが初めて園子ちゃんに会ったのは去年の夏のロッキンでこう挨拶してもらってね、その時に初めて会ったんですけど、その後も結構テレビの収録であったりとか、ライブで一緒だったりとか、何回か会ったんだけど、もうとにかくですね、とにかくで場をつなごうとする癖があるよ。とにかくで考えてるんですよ。そう、バレた。ね、でもとにかくキュンキュンするんですよ。その子ちゃんの曲聴いてると声がすごい好きで、可愛いじゃない、フレッシュだよね。そう、フレッシュだし、元気がある。元気がある。自分が元気ないみたいな。なんかどんな時も元気をくれるし、とのちゃんがもう元気の塊だから、周りにもこう分け与える分の元気があるみたいな。数がないみたいな。数が元気ないわ。パーって振りまいてる。なんかね、とにかく何、歌い方もうすごい好きで、こんなに女子が女子にキュンってするんだなって思ったんだよね。で、私が大好きな漫画があるんですけど、
まあ、みんなも一緒に読んでた、うん、アオハライドの作者の崎坂伊代先生の思い思われ振り振られっていう漫画があるんですけど、うんうん、それのなんかこうコラボレーションみたいな感じで園子ちゃんがその漫画の映像と園子ちゃんの曲をこうコラボレーションしてみたいなのを、うんうん、第1弾第2弾ってやってたのね、うん、でその第1弾の時の曲が大切な君へでやってて、最初園子ちゃん知らなくてその曲を聴いてて、うん、あめっちゃいいな、めっちゃ可愛いな、超キュンキュンするって思ってて、よくよく調べてみると園子ちゃん でこれ第2弾もまたやっていまして、その第2弾の曲がねこの大好きっていう曲なんだけど、うん、その少女漫画の世界観にもぴったりだし、本当に、もう本当にこれからもすごい楽しみだし、なんかどんどんキュンキュンさせてほしいなと、うんうんうん、思いますよ。いやもうとにかく本当にみんなに聞いてほしい。とにかくじゃあとにかく進めよう。とにかくまずはとにもかくにも聞いてもらいましょう。井上園子ちゃんで大好き。はい、もうどうですか。最高かよ。最高、もう最高。こんな大好きだよって言われたいよね。この言い方で言われたい。いや言ってみて。いや言ってみて。どうぞ。大好きだよ。謝れ。謝って。謝れ。聞いてる人全員謝れ。ごめん。わかるわかる。でも良くない、うん、もうずっと聞いてたい、永遠にニヤニヤするわ。なんかこの声だったら、うん、好きな人と部屋にいて、うん、こう歌っちゃって、あ歌っちゃったみたいなやりたい。いいよ、歌っていいよ、歌っていいよ、歌って、言って言って大好きだよー。謝れ謝れ。土下座しろ土下座しろ。謝れ。どんな部分歌ってるか分かんない。謝れ。もうこの声いいのかも分かんなかったし、この声でさチュッてしてよとか言われたらさどうする。する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 、死ぬまでしてるよ。このあれですよ、しかも今現役高校生の園子ちゃんが学生として最後にリリースするアルバムが来月の3月16日にリリースということで、やっぱ学生の頃にしか作れない音楽っていうのも書けない歌詞っていうのもありそうだ。卒業アルバムみたいだね。ねえ、キュンキュン。悲しいけどまた新しいこう道に張ろうってことですよきっと。そうだね。東京 FM レディオドラゴンネクストサイレントサイレンの最後まどろむ26時、そろそろお別れの時間です。はいはい、チェリーボムをお送りしました。はい、これはリードトラックなんですけれども、はい、マジで捨て曲なしの S、うん、アルバム S 3月2日リリースなので、皆さんとにかくとにかくとにかく楽しみにしていてください。なとにかく誠治に何か言いたいことある。いやもう伝えたいことは一つですよ。とにかくいいアルバムできました。誠治もうとにかく買ってください。はい、お願いします。はい、それです。というわけで以上サイレントサイレンでした。21世紀を彩る新世代の音楽スピリット80ポイントラブ東京 FM レディオドラゴンネクスト、菅野由依がお送りしています。なんか最今日テンション高かったね。とにかく成人もいたしね。元気そうでよかったです。今月はゆかるんが井上園子ちゃんをレコメンドしてくれました。大好きだよってやつね。ごめんなさい。いや声って大事ですね。声が可愛いっていいなと思いながら聞いておりました。というわけでサイサイのコーナーは毎月第3木曜日の深夜にお届けしています。毎週金曜日にアップされる再放送コンテンツタイムシフトリスニングにもアップされますので、聞き逃しちゃった友達にもぜひ教えてあげてください。サイサイのみんなありがとうございました。